ボクシングファンの皆さん、大変お待たせいたしました。今夜のガッツファイティングは東京水道橋の後楽園ホールから日本ジュニアフライ級王座決定戦10回戦の模様をお届けしてまいります。今青コーナーから赤いガウンで登場したのが米倉ジムの大橋秀幸、そして今赤コーナーから黒いガウンを羽織ってこれからリングに上がろうというのがヒューストン堀口ジムの野島義明であります。前の日本ジュニアフライ級チャンピオンでありました。先日韓国の WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオンに挑戦いたしました喜友名選手の返上いたしましたタイトルをかけまして、今夜10回戦を行う2人の選手でございます。それでは放送席をご紹介してまいります。私のお隣が元世界フライ級チャンピオンの白井義雄さんです。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。そして元世界ジュニアフライ級チャンピオンの具志堅陽光さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。新旧の対決ということで大変に面白いんですか、平井さん。これはね、はい、本当に面白いと思いますね、うん、はい、具志堅さん一言。もう今日は好ファイトが展開されると思いますよ。はい、この放送は後楽園ホールから中継でお送りしてまいります。後ファイトが期待されます日本ジュニアフライ級王座決定戦、両選手の紹介です。日本ジュニアフライ級王座決定戦10回戦を行います。赤コーナー、日本ジュニアフライ級1位、107番組日本の1位、ブスポン堀口所属、日本ジュニアフライ級第1位にランクされていますピストン堀口の野島義明です。青コーナー、日本ジュニアフライ級2位、107パンド日本の1位、米倉所属、大橋秀幸。同じく日本ジュニアフライ級第2位にランクされています米倉ジムの大橋秀幸です。同じく中森翔司、梅里内田正和。この試合は解説白井義雄さん、そして具志堅陽光さん、リポーターとして宮沢隆、さらには中村秀明両アナウンサー、実況担当平原慎太郎でお伝えしてまいります。この試合に勝った方が第12代の日本ジュニアフライ級チャンピオンということになります。赤コーナーに元チャンピオンの野島義明、そして青コーナーから出ましたタイトル初挑戦といいますか初のタイトルマッチに挑みます大橋秀幸です。まあ、大橋の場合には白井さんね、はい、これが6戦目の試合なんですね。ああ、そうなんですね、はい、しかしね、この人はなかなか素質のある選手ですね、はい、その素質を買われまして今年の3月に韓国のキムと試合をしたんですが、案に相違して判定で敗れまして、あれが本当にいい薬になったとこう言っておりました。画面の右側に映りました大橋、まあ、一説によると具志堅さんね、天才的なボクサーではないかというね噂もあるわけですけれども、まあ、その辺の切れ味といいますかボクシングをぜひ今夜は見せてほしい、そんな気がしますね。そうですね、非常に打つパンチもねシャープですね、はい、5戦して4勝1敗、この1敗は先ほどの韓国のキムとの対戦 3KO という成績を残しています。黒いトランクスの大橋秀幸、一方赤いトランクスおなじみの元チャンピオンの野島義明です。野島がね、はい、これがまたまたねファイティングスピリットが旺盛なんですよ ね、はい、リーチはあんまりありませんけどね、矢継ぎ早に打つパンチね、これはなかなかですよ。まあそういう意味でね、今日この試合はね本当にねどっちが勝つかね分かんないっていうような感じですね。神奈川県は中郡大磯の出身であります赤いトランクスの野島、一方同じ神奈川県の横浜市神奈川区出身の大橋と共に神奈川県出身同士ですからね。そうなんですね、はい、身長の高い方1メートル65センチあります大橋秀幸、一方1メートル52センチ、身長のハンディキャップが13センチあります。背の低い方が野島、なかなかいい大橋の左のジャブ、ジャブなんかもいいですね。試合前に大橋はチャンスがあれば前半から行きたい、一方の野島は前半は相手のパンチを食わないで勝敗は後半に持っていきたいとこう言っておりました。交代賞
内川さん、この辺はどうですか。そうですね、やっぱりまあ、前半で野島君がやっぱりいいボクシングしてね、うん、で後半に勝負に出ればチャンスですね。やっぱり大橋君はやっぱり後半がちょっと心配なんですね、スタミナの面でね、ボクシングはしかし上手いですね。上手いですね。反射神経すごいですね、はい、大橋の左が飛んでいます。なかなかね、打つアッパーフックね、センスがあるんですよね、はい、とにかくね、どんなパンチが得意ですかって本人に聞きますとね、全部ですとこう答えますからね、大橋は、まあ、来はまたね、自信ですね、はい、そして非常に人柄も明るい画面の向こうが大橋秀幸、とにかくおにゃんこクラブというの大ファンだそうなんですよ。なるほど、で今日もですね、この後楽園ホールに入る前にその番組を見て後楽園ホールに入った。なるほど、それぐらいやっぱり好きなんですね。ここで第1ラウンドが終了しました。赤コーナーのピストン堀口事務所属の野島義明です。31戦して18勝9敗4分け2つの KO 勝ち。もうデビューしてから7年以上経過しています、ベテランの野島義明です。先日世界チャンピオンの優に挑戦いたしました、キウナのスパーリングパートナーをずっと務めておりました野島。このところタイトル戦が多い戦か、だいたい5ヶ月から6ヶ月試合の間隔が空いています、ベテランの野島です。右から左を持っていきます野島です。まあ、大方の予想では具志堅さんね、はい、判定7番野島じゃないかと、それからナックアウトで決まればやはり大橋ではないかという予想があるんです。この辺はどうですか。そうですね、とりあえず野島君がね、はい、いつものみたいに自分のボクシングね、こうスピードのあるボクシングしたらチャンスありますよね、うん、ただ相手がやっぱりスローですからね、はい、なんか動きにね、だから相手にペースに、まあ、乗らないっていうかね、飲まれないようにね、うん、こうしたらチャンスなんですけどね、そうね、やっぱり大橋君はパンチのスピードがすごくいいんですよね。足のフットワークにいまいちなんですけどね、もうちょっと動きが欲しいんですね。はい、はい、試合は第2ラウンドです。この試合に僕が勝てばおそらく宿敵の喜友名さんと対戦することになるでしょう。ぜひその方が面白いボクシングになりますのでご期待くださいと、もう控室で堂々とね公言してましたがね、 なかなか若い割にはですね、まあ、そういった意味の自信を語っただけに3月にキムに、ね、大方の予想を覆して、まあ、裏切って負けたというのは薬になったでしょう ね。いや本当にこの人はね、まさに言ったようにいいものを持ってるんですよね、うん、ただね今具志堅君が言ったようにね、このいい足しててね、はい、足をあまり使わないっていうのがね、ちょっとこの軽量級ではね物足りないんですよね。今日がまだ6戦目という画面の左側の大橋、右のフック、野島がね、はい、非常にこの奇襲戦法といいますかね、うん、下から煽って打ったりね、ボテ打ったり上打ったり、なかなかよくやってますね。まあ、日本のこれまでのチャンピオンでスピードチャンピオンと言われる人は、まあ、4戦目で勝ったのが、キャラハン、それからナプニ、そして先日の平中と、まあ、こういうふうに3人いるわけですが、その後 5戦目でまあチャンピオンになったというのはこの大橋の会長であります米倉さんね。ああ、米倉さんね、もうこの人はねもうすごいテクニシャンですからね。そうでしたね、足も速かったですね、はい、同じ平井さんとね、クラスのフライ級でしたからね、はい、そしてこの大橋がこの試合が6戦目ということで、まあスピードチャンピオンの一人にはなるでしょう。しかしね、今までのよくあることですけどね、はい、素質のある人に限ってね、時々ね、ポカがあるんですよね。ミスがね、はい、これがなければいいんですけどね、自信過剰って言いますかね、これの内容にしないといけませんね。ここで第2ラウンド終了のゴングが鳴りました。青コーナーの余力なじむの大橋秀幸、5戦して4勝1敗3つのナックアウト勝ち、もっともアマチュアでは56年度の高校モスト級のモスキート級のチャンピオンであります。アマチュアの戦績は47戦して44勝3敗27のレフリーストップコンテスト、
そういえば大橋のお兄さんも大橋和幸さんといって昔は、日本バンタム級の第2位まで行った人なんですよ ね、 あなるほどね、確かもう 3,4 年前に引退されましたけどね。まあ、その話を聞きますとね、いや兄貴のボクシングはつまらないボクシングだったなるほど言ってましたが、平原さん、はい、中村さん、青コーナーですかね。今あの第2ラウンドで話に出ました米倉会長、はい、まあ、普段は温厚を絵に描いたような人ですよね、あの人がね、試合の20分ぐらい前になりましたら何を話しかけてもね上の空で聞こえないような雰囲気なんですよ。それだけね、米倉会長が入れ込んでるなっていう雰囲気が伝わってきましたね。なるほどね。この米倉会長が今青コーナーからじっとこの大橋の動きを見ていますが、本当に真剣な眼差しです。具志堅さん、1ラウンドからここまでのボクシングどうでしょうか。やっぱり動きはやっぱ一緒ですね、でこうあの相手のパンチをかわすっていうのはやっぱりいいですね、大橋君は。はい、スウェーバックで今もかわしましたね、それにプラスこの足、足欲しいですね、あのフットワーク動きね。おっと左にいい左が入りました。野島、野島がね果敢ですよね、非常に果敢に攻めてますね。私はあのアマチュアの時大橋君はフットワークを使ってると思いますけどね、アマチュアはやはりあの4勝のうち3つナックアウトで倒しているということでやはりパンチに頼るということもあるんですかね。まあ、しかしね、はい、まあ、そういうあれもあるんでしょうけどね、やっぱりこの経歴はね、力にね、やっぱ頼っちゃいかんですね。なるほど。やはりもうテクニックでね、そして自然に相手を倒すと、こういうふうに持っていけばね、いいんですけどね、もうこうやってとね、力んじゃうんですよね、この一発だと、これがやっぱりいけないんじゃないですか。ボディを狙いました大橋です。今度は左に吹く強烈テンプル、しかし身を返します野島、いい打ち合いです。今夜の後楽園ホールは2500の上、ワンツーが決まった大橋のワンツーです。ボディー顔面、はい、サクッと腰を落とした、いい、ね、さあチャンスになった。大橋がニュータウンコーナーに追い詰めている。強烈なパンチ右フック左ボディアッパーボディ野島も左を返します。強烈な大橋のパンチ、しかし大橋は鼻血を出しています。そうですね、鼻血出してますよね、はい、しかし野島もファイトありますよ。ありますね、ボディから飛び込んでいく野島、右のアッパーを返します大橋。具志堅さん、今の打ち合いどうですか。いいですね、大橋君はやっぱ3-4のパンチが足りないですね、ワンツーで飛ばしてしまう、ね、やっぱ3-4欲しいですね。ここで第3ラウンドが終了しました。3ラウンド見事なストレートで野島の腰を砕きました。この大橋の右ストレート、これは強烈でした。タイミング良かったですね、よく伸びましたね、はい、さあ試合の方は第4ラウンドに入ります。日本ジュニアフライ級王座決定戦です。まあ、後楽園ホールで2500人以上のお客さんが詰めかけるというのはまあ1年のうちにね、いやいや珍しいですよね、何回しかないんですがね、嬉しいですもんね、はい。平原さん、平原さんどうぞ。野島コーナーですけどね、はい、まあ、隙があったらば攻めていきたいということなんですが、あの大橋の動きがいいんでね、はい、ちょっと攻めあぐんでる感じがあると、うん、それから距離をもうちょっと取ってボクシングをしたいと会長は言ってました。宮田アナウンサーから野島コーナーの話が入りました。この試合がまだ4度目の10回戦という、今攻めています大橋秀幸、野島も左を返します。お互いにジャブの応酬から左のフックからアッパーを行きました。大橋、おっと右のアッパー、これは入った。吉川さん、なかなかいいタイミングで打ちますね。そうですね、今度はボディから顔面を狙った野島で、ね、あのパンチにリズムがありますね、リズムがね、はい、身長高い方が大橋です。赤いトランクスが野島、左のジャブです。ああ、いいジャブですね、今のパッパッと打つね、右のフック、とにかく大の負けず嫌い大橋秀幸、
今度は野島が返します。なんか冗談じゃなくて3月にキムに負けた時にはもう自殺でもしたいとそういう気分になったそうです。なるほどね、はい、やっぱりショックだったんでしょうね。相当ショックだったらしいですね。まあ、米倉会長もその辺はまあ、明るい性格なんであんまり表には出さないけれどもあの子が本当に悩んでたからねとこうおっしゃってましたからね。さあ野島がセコンドの指示通り自分の距離でボクシングをできるかどうか。ん、野島も鼻血を出してますね。思い切り打ってますね大橋、はい、あの左フックでもね右のストレートでもね腰をフルにね回転させてね。だからこれ当たるとねパンチあるでしょうね。共にアマチュアの経験がありますからまあ打つだけじゃなくてディフェンスの面でも見るところがありますね。なかなかいいですね、はい、あのセンバックしたりしてね、はい、あれはいいですね。さあ今度は野島が反撃出ました。ちょっとパンチが届きません。右のストレート野島コンタクトだ。野島突っ込む。やはり野島の打つねあのショートパンチねあれなかなかいいですよ。まあこのところタイトル戦が多くてだんだん野島も自信をつけそしてパンチもつけてまいりました。ただねこの小野からねあの野島はですね、はい、あのリーズじゃないでしょ、うん、だから中に入ってるということですね。第4ラウンド終了です。画面の右に野島そして左に大橋なんですが、まあ、あの野島選手というのは KO 負けも少ないんですが54年の9月24日僕とジムの星野選手を4回戦で KO して以来約7年間です。7年間中尾勝ちがないんですね。こういう記録も珍しいですね。さあ試合の方は第5ラウンドに入りました。野島はね、はい、もう一発決めるよりね数打つことですよ。もう前後に左右に動いてですねもうボディから打っていくとかそういうふうに開いたわけですね。もうリーチがね向こうの方がありますからね。26歳の野島一方21歳これから伸び盛りの大橋の対戦です。横浜高校から専修大学に進みましたがボクシング一筋に命を懸けたいということで大学を2年で中退。この米倉ジムの門を叩きました。画面の右側大橋秀幸また左です。あの左がいいですね。大橋は自分のライバルに喜友名智弘を挙げています。まあ、野島もこの喜友名には2戦2敗。第10代の日本ジュニアフライ級チャンピオンでした。背中の見えている野島義明そのタイトルは喜友名に取られています。そしてその喜友名が世界挑戦のために返上したタイトルをこの大橋と今夜争います。左を引っ掛けるようにいきました野島。しかしジャブを返します。今度はフックです。いいですよ今のねあの左ジャブフックアッパーとね、はい、なかなかねスパンチがいいですね。また大橋がちょっと鼻血を出しています。ジャブというよりもストレートしっと決まりましたね、はい、ボディがグラブでパリーして逆に左を返します大橋左。具志堅さんなかなかいい打ち合いですね。そうですねあのやっぱり左安定からボディいいですよ今のショートフックはちょっとローブローか。あーやはり注意を受けました。左のジャブはいいですね、うん、あの大橋のね、はい、今度はアッパーの打ち合いです。しかし具志堅さんが前半おっしゃったようにちょっとこれで足を使ったらなという場面が大橋随分ありますね。これもっとパンチがいけるんじゃないですかね、うん、あのバネがもっとつきますからね。第5ラウンド残り時間も少なくなってまいりました。野島の右アッパーは空振り逆に左右を浴びています。大橋の左右が決まったところで第5ラウンド終了です。
具志堅さん、はい、ここまではどちらの方に分がありますか、ポイントの上では。一つぐらい大橋君ですかね、はあ、はい、平井さんはいかがですか。私もね、はい、大橋がリードしてますね。超満員の後楽園ホールです。2520人入っています今夜の東京水道橋後楽園ホール。平原さん、はい、中村さん、大橋のコーナーですがね、私4ラウンド5ラウンドとべったりコーナーに張り付けてたんですよ、はい、そしたらセコンドがね、左を出せというと左がすぐ出る、ボディを打てというとボディがすぐ出る、ラスト35というとそのまま行くというね、なるほど、まさにねセコンド陣のね思惑通りに動く選手のようですね。あ、で、あの今放送席で話題になっているフットワークなんですが、これについてはアドバイスは一切出ていません、はい、なるほど、まあ、中村アナウンサーがそういうね、まあ、そういう意味ではね、はい、選手とね、それから指導陣セカンドね、うん、これがねぴったりしてるんですね、はい、やっぱりあのチームワークがいいということを言えますね。ロングフックから今度は右左右です。さあロープに追い詰めた大橋、右の強烈なフック、防戦一方ですが左を返す、左を返す野島、でもね野島よく動いてますよ。そうですね、アームブロックで、あれはね、そして内側からショータッパー、はい、いわゆるアームブロックです。しかし本当にあの大橋はですね、この足はね、まあ、日本でもね、まあ、中流から上のウエイトのね、はい、足ですよね、うん、本当に使わないですね、足格好のいい足してるのにもったいないですよね。中村アナウンサーから情報が入りましたように、とにかくセコンドの指示をすぐ行動に移すという、まあ、この辺りは本当に選手としては大変に機敏といいますか、反射神経がいいんでしょう。いいんでしょうね、うん、白井さんにもかつてね、カン博士でね、いやいやいや、素晴らしい、セコンドがついておりまして、やはり一心同体といいますかね、そういうことですね、はい、もうお互いに信頼し合ってね、うん、やることがやっぱりいいんじゃないですか。そういう面ではね、あの会長のね、米倉さん、この人はもうアマチュアでやってね、プロでもチャンピオンで、そうですね、人間的にもね、はい、素晴らしい人ですからね、うん、運がなくてね、とうとうね、そう、世界が取れませんでしたけども、ね、はい、フライバンダもね、挑戦したんですけど、はい、でもね、選手は作ってますよ。そうですね、はい、これは選手が非常にいいんでしょうね。この2連敗の赤いトランクス野島芳明、いずれも喜友名に敗れています。まあ、2人ともこの試合に勝てば当然喜友名が挑戦してくるでしょう、こういうことを言っておりましたが、果たしてこの第12代の日本ジュニアフライ級王座につくのは野島でしょうか、あるいは若い大橋でしょうか。また左のいいジャブです。ここで第6ラウンドが終了しました。ご覧のように超満員の後楽園ホール、まあ、放送席の方もこの熱気でね、いやいや本当に熱いですね、すがね、はい、入りましたね、はい、試合はこれから第7ラウンドに入ります。さあ試合前にとにかく後半まで持っていきたいという野島が映りましたが、どうやらそういう展開になるんでしょうか。平原さん、野島のコーナーですがね、はい、あのここまで動きは決して悪くないけれども、大橋のパンチが思った以上に強いと感じているみたいですね、うん、で後半はねボディを徹底的に集中して打つようにということです。その早速左のボディーブローが出ました。右を食いました。今度は正バックで相手のパンチを避けます野島。野島もね、はい、やはり今言ったようにですね、大橋のパンチが強いんで、非常に警戒してるんですね。なるほど、そのためにこう浮かせに入れないと、こういうことなんじゃないですかね。ご覧のようにガードもなかなかいいものを持っています大橋。この辺り野島のジャブがグラブでパリします。大橋右のフックです。まあ、とても21歳の若さには見えません。老快なボクシングを見せます。画面の向こう側大橋、なかなかね本当に落ち着いた試合やってますわね。具志堅さん、一方野島はどうですか、ボクシング変わりますか。
前回の休楽をした時より少しやっぱりこれ元気さっていうかね、少し欠けますね。なんかスピードっていうか、なんか押していくっていうのがちょっと欠けてますね。なんか今日はなんか少し下がってるというかね、なんかもうちょっと中に攻めていった方がいいんじゃないですかね。中に、はい、やっぱり右のアッパーを食いました。アッパーを食いましたね。ショートアッパーを食いました野島、ね、やっぱり自動車に入ろうとしたらアッパーが来るんですね。はい、まだそのショートアッパーです。しかし本当に大橋もパンチが多彩、多彩よね本当に。ただこれでもうちょっとね、うん、軽快なフットワークがあったら怖いですよ。右を返します野島。ショートアッパーの応酬です。野島です。野島のパンチもねなかなかいいんですよ。あ、右のストレート左フックね、今いいの打ちましたけどね。あと連打ですね。連打野島、まあ西健さんも先ほどワンツーで止まってしまうと、スリーフォーまでね、この人の身長はね連打ですからね、はい。ここで第7ラウンドが終了しました。ご覧のように頑張れ野島の横断幕も見えます東京水道橋の後楽園ホールです。今夜のガッツファイティングは日本ジュニアフライ級王座決定戦10回戦の模様をご覧いただいております。試合は第8ラウンドに向かいました。さあ具志堅さんね、はい、ここまでは大橋もかなりアグレッシブな面を見せているんですが、野島としてはこうどういうボクシングに切り替えたらいいんでしょうね後半は。中に入ってやっぱりこう連打ですよね、うん、しかしまあ大橋のパンチが強い、あるいはジャブがあるということはなかなか入れないんですかね。ですね、私この距離はね、はい、野島君の距離と思うんですよ。はい、アッパーもね、なんか当たるんじゃないかっていう感じなんですけどね、野島君のアッパーね。平井さん、はい、自分より背の高い選手と対戦するときには、はい、低い選手はどんな心構えが必要なんですか。心構えですか、はい、ね、顎を上げないためにはですね、うん、ある程度よりちょっとね、距離を置くんですよね。そして相手に対してミスしたらそこへつけ込むと、下から煽ってくると、これがねやっぱり技術のある背の高いのが一番苦手なんですよね。これですとねちょうどね相手の距離になっちゃうんじゃないですか。うん、大足の距離ですね。今のは野島のパンチです。右です。さあ野島が攻めます。大橋も左を返す、うん、このラウンドは積極的に飛び込んでいきます。具志堅さんこれでいいんですか野島は。そうですね、距離は本当にねこれ野島の距離なんですよ。だから中からやっぱり攻めて打った方がいいね。大橋君のねガードを壊すんですよ。キャリアは6年の差があります。身長の低い野島もうねせっかく入ったんですからね、はい、やはりそのペースでね、持っていくことがいいんじゃないですかね。野島は打てばね当たるんですよね。場内が湧いてきました。ちょっとスタミナが心配される大橋も少し疲れが見えてきましたかな。しかし右を返します。突き上げるようなアッパー。こっちで大橋君は4発続けてほしいですよ。パンチをまとめてね、ワンツーで2発しか打てないんですよね。それをスリーフォーを打ったらねいいと思いますけどね私。しかしどうでしょう。アッパーいいですよ。はい、野島アッパー芯に決まっています。右フック、右フック、場内沸いています。
怖い打ち。大橋も反撃か。まあ、ちょっと大橋疲れが見えてきたんではないかと言ったったに野島のパンチ。今の2発のアッパー見事。具志堅さん、大橋もだいぶガードが下がってきましたね。さあこれで第8ラウンドが終了しました。それにしてもこの打ち合いなんですが、スローでご覧いただいておりますが、これはもう右の大橋のストレートなんですが、はい、2発入りましたですね、アッパーが。その後のやっぱりアッパーですね。いい、アッパーでしたよ。そうでしたね、いい角度で打ちましたね。今のラウンドは白井さんどちらですか。僕はね、ですね、はい、野島がリードをしたと思いますけどね、クリーンヒットがありましたよ、はい。しかしちょっと大橋がやはりスタミナに問題があるような気もするんですが、具志堅さんその辺どうですか。そうなんですよ、私大橋君の試合をやっぱり3試合ぐらいね、はい、見たことあるんですよ、やっぱ後半のスタミナがね、ないんですよ。ということはやはりもっと走って下半身を鍛えるってことが必要かもしれませんね。そうなんですよ、私はね、ロードワークと思いますよ。朝毎日走ってるかっていうことなんですよね。やっぱボクサーはやっぱもう走らなくちゃ強くなりませんですよ。さあ試合の方は9ラウンドに入りました。なかなかいい試合です。 もったいないのはね、はい、こんないい足の格好してるのにね、足をね、ぶつかないってことね、宝の持ち主でやってますか、はい、そんな気がしますね。ジュニアぐらいですから、もっと足を警戒に使うべきですね。平原さん、大橋のコーナーですかね、はい、8ラウンドに入って初めて米倉会長からフットワークに関して相手を回らせるなというアドバイスがあったんですよ、ところがね、この試合で初めてセコンドのアドバイスは守れませんでしたね。そうですか。中村アナウンサーからそういう報告が入りましたが、やはりそのあたりがだいぶちょっと打たれてきたんで、セコンドの声、会長の声もあるいは耳に入らないのかもしれません。しかしいい試合になりました。今夜の日本ジュニアフライ級王座決定戦です。また右を振るって飛び込んでいきます、小さな野島。あ、ここではですね、野島がね、もう一気にね、追い込んでいかなきゃダメですね。下のハンディカメラからご覧いただいております、大橋の攻め、そして野島の背中、ボディから顔面、野島のパンチ、右のフック、左を返す大橋。この大橋の表情、右のショートアッパー、左を返す、いずれも大橋のパンチ、ワンツー、スリーまで行きました。来ましたよ、もう一発、野島も返す、リングの中央。あ、野島がこれまっすぐ立っちゃまずいですね。イーリングしたりね、ローリングしたりして、なんかやらないと。お互いに打ち合います。しかし具志堅さん、野島という選手も打たれ強いですね。そうですね、根性がありますね、はい、だいぶこの野島の右を浴びるようになりました。大橋です。野島はね、一発パンチじゃないですけどね、この人の人形はね、連打とね、ファイティングスピリットですよね。場内から野島コール、野島コールのうちに第9ラウンド終了です。いよいよ残すところはフィニッシングラウンドの10ラウンド。具志堅さん、これはもう難しくなってきましたね。微妙ですよ、判定は。こちらが野島のコーナー。さあ今のラウンド、スローでご覧いただきます。このストレートですね、それなんか9ラウンド中盤の打ち合いです。しかし8ラウンド9ラウンドと、平井さんね、野島がよく手を出してきました ねなかなか良かったんですよね、反撃してね、ポイント上げて。今の右のストレートなんかも綺麗に決まっています。
前半に比べるとだいぶやはり表情に疲れが見えます。顔の表情を見るとね、はい、本当に疲れたと、こういう表情を見せちゃいけないんですよね。なるほど、まだ若いんですね。さあいよいよフィニッシングラウンド、こうなってくるとこのラウンドを取った選手というのは有利になりますね。またしても場内から野島コール、根強い人気を持っています野島義明。一方画面の右、新進系の大橋秀幸、ワンツー、いいワンツーですね。大橋の綺麗なワンツー、またグラッときました。野島はちょっと今の距離は悪いところですよ。この試合で勝った方が第12代の日本ジュニアフライ級チャンピオンということになります。さあ野島が飛び込む、しかしパンチはさほど効果的に入っていません。なんとか懐に飛び込もうという背の小さい野島、やっぱり接近戦になりますと野島に1日の勝という感じがあるんですが、なかなかその懐に飛び込みません。ボディから顔面を小さくなっていきます。やはり具志堅さん、前半に比べて大橋のパンチにいわゆるキレがちょっとなくなってきましたですね。それやっぱり疲れですかね。そうだね、ひと枠があればね、はい、そうね、あるでしょうね。で打つパンチがね、押すパンチになっちゃったんですね。打つパンチが押してきた、はい、あのシャープさがなくてね、はい、押すパンチになりましたね。まもなく残り時間が1分になろうというところ、さあ、ここね、ワンツーです。大橋、今度は右のフック、クリンチに流れようとする野島、効いてます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 、棒立ち、棒立ち、反撃できない野島ピンチ、大橋はチャンス、残り時間40秒に間もなくなる。今のは効きましたね、今のコンビネーションは良かったですよ。クリンチで逃れようという野島、クリンチに逃れました。残り時間30秒、大橋が倒せるか、野島も最後の力を振り絞ります。飛び込んでいきます。残り15秒、完全に疲れた野島、クリンチで逃げる。大橋も鼻血を出しています。残り5秒、左フック、ぐらついた、ここで試合終了、ここで試合終了です。結果は判定に持ち込まれました。いや、それにしても白井さん、最後の大橋の猛反撃、あのアグレッシブが良かったですね。あれはもう本当にコンビネーションがね、実によく効きましたね。もう KO 寸前まで行ったんですけどね。具志堅さん、はい、今の試合最終ラウンドいかがでしたか。やっぱり最終ラウンドですよね、勝負の決め手というかね、大橋君のやっぱりこのダッシュ良かったですよ。この瞬間に日本ジュニアフライ級第12代のチャンピオンになりました米倉ジムの大橋秀幸です。プロデビュー6戦目にして超スピードチャンピオンになりました。今認定証が手渡されています。新チャンピオンになりました大橋秀幸、今疲れた表情の中に最終10ラウンドの猛攻が光っています。初めて胴に巻くこのチャンピオンベルトの感じはどんなもんでしょうか。まあ、この後中村アナウンサーにその喜びの声を聞いてみたいと思いますが、今新チャンピオン大橋秀幸が認定証をもらいました。場内に挨拶をして TBS の関口プロデューサーから今勝利者賞をもらいました。そしてデイリースポーツの倉本
事業部長からも大きなトロフィーです。手元に入りました正式なジャッジペーパーを見ますと、レフリー内田が99対96、それから中森、はい、新チャンピオンにお話を伺います。はい、どうぞ。本当におめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。デビュー以来6戦目で日本チャンピオン、はい、我々から見ると大変に早かったように思えますが、どうですか？いや、自分では少し遠回りだったように思います。遠回りと言いますのは？3月に、ね、韓国の選手に負ける、それがちょっと痛かったです。ただ見方によってはあの敗戦というのがいい薬になったという意見もあったんですが。はい、そうですね、そう思って開き直ってやりました。一回負けてからあなたのボクシングどのように変わりました？やっぱよく走ったことですね。うん、はい、これで、日本ジュニアフライ級の第12代のチャンピオン、はい、この言葉の響きはどうですか？気持ちいいですね。ただね、日本のボクシングファンというのはあなたにもっともっと上を狙ってほしいと思ってます。はい、任せてください、大丈夫です。今日の試合全体振り返るとどういう出来だったですか？今日後半勝負消灯したんですけどね、まあ、たまにいいパンチが当たったんで、それが勝因だと思います。今日の放送席の白井さん、具志堅さんの意見ではスタミナがもっとあればもっといいのになという話も出てました。あ、100も承知です。次の試合、今度は防衛戦ですね。はい、あ、ぜひ九奈さんとやりたいですね。次もまたいい試合やってください。はい、おめでとうございました。新チャンピオンにお話を伺いました。疲れた中にも嬉しさを隠せません、新チャンピオンの大橋秀幸。まあ、あのインタビューでも堂々とね、次は九奈さんとやりたいですというぐらいね、自信持ってますよね。はい、現在ご覧いただいておりますのが最終ラウンド10ラウンドの VTR、まあ、手元のジャッジペーパーもう一度お伝えしますと、レフリーの内田が99対96、3ポイント、それからジャッジの中森が98対96、2ポイント、そしてジャッジの浅尾が97対96と、3者ともですね、やはり大橋選手の勝ちと。特に最終ラウンドはですね、ジャッジの浅尾さんは10対8と、2ポイントつけてますから ね、 なるほどね。これがないとするとですね、ジャッジの浅尾さんは逆に88対87で9ラウンドまではね、野島だったんですよ。逆になるわけですよね。はい、ですからこの辺を考えますと、やはり最終ラウンドというのは本当に大事だったんですね。そうですね。平原さん、はい、野島選手なんですけどもね、まあ、あの敗れて悔いなしという顔をしておりましたけども、うん、会長はですね、終始大橋のペースで試合をしてしまったと、はい、まあ、こちらもかなり手を出して打ったんだけれども、もう一つそのレフェリーとかジャッジにアピールするところがなかったと、うん、だからこれからが、まあ、その辺が、これから の、 その、野島選手の課題だろうなということで、まあ、ちょっとやっぱりがっかりしてましたね。そうですか。はい、敗れた野島選手の談話を宮澤アナウンサーが伝えてくれました。現在ご覧いただいておりますのは、もう勝敗の分岐点と言ってもいいでしょう、最終10ラウンドの攻防です。まあ、おそらく大橋とすればあと30秒長ければと、そういう気持ちになったぐらい、かまかんないですね。はい、後半の素晴らしいね、いい攻撃しましたね。はい、やっぱり具志堅さん、勝負というのは攻めというのが大事なんですね。そうですね。またあの攻めた時 の、 あの手数ね、はい、このコンビネーションで今の右のアッパーからこうグラッと来たんですね。そうですね、そう、右のアッパーから左のってね、はい、ショートで打ったあのパンチは良かったですね。でパンチのある人はいいですね、やっぱ最終ラウンドでこういうノックアウトにお客さん沸かせますもんね。そうですね。はい、まあ、よく言うとね、はい、足をもう少し軽快に使えばね、もっともっとね、あのパンチもいけるんじゃないですかね。まあ、インタビューでは、今回は非常によく走ったと本人言っておりましたけども、ね、走ったんならその足を今度は掴まなきゃいけませんね。有効に使わないといけないですね。はい、まあ、これから世界という目標があるわけですから、そういった意味でもその今度は成果、結果をね、具志堅さん出してほしいですね、リング上で。そうですね。最終10ラウンドの野島、大橋、両選手の攻防をご覧いただいております。まあ、で大橋はね、一戦ごとにね、良くなるでしょう。そうでしょうね、上昇するでしょう、この人は。はい、それだけのものを持ってますよ。
ということで、レフリージャッジ3者とも3対0のポイントを持ちまして、